JLPT-N5 リスニングトレーニング17日目。はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。教室で先生が学生に話しています。学生は何で名前を書きますか？はい、じゃあちょっと聞いてください。来週のバス旅行に行きたい人はこの紙にペンで名前を書いてください。鉛筆じゃなくてペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでください。教室で先生が学生に話しています。学生は何で名前を書きますか？はい、じゃあちょっと聞いてください。来週のバス旅行に行きたい人は、この紙にペンで名前を書いてください。鉛筆じゃなくてペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでください。教室で先生が学生に話しています。学生は何で名前を書きますか？はい、じゃあちょっと聞いてください。来週のバス旅行に行きたい人は、この紙にペンで名前を書いてください。鉛筆じゃなくてペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでください。答えがわかりましたか？もう一度スクリプトを見ながら聞きましょう。はい。じゃあちょっと聞いてください。来週のバス旅行に行きたい人は、この紙にペンで名前を書いてください。鉛筆じゃなくてペンですよ。黒で書いてください。赤で書かないでください。学生は何で名前を書きますか？答えは1、黒いペンです。